夜10時頃世田谷通りをパトカーで護送中の荒川女子高生強姦殺人事件の容疑者蛭川源平が逃走しました。蛭川は強姦窃盗など前科6犯の凶悪犯で、荒川事件の他にも 2、3 の容疑がかけられております。逃走経路は不明ですが、付近の住民の方はくれぐれも気をつけてください。市長では呼びかけています。おい、金庫はどこだ。ぶっ殺されてるのかこの野郎。死にゃ死にゃよ。おめえも軍隊で人殺ししたんだろ。軍隊の経験はない。兵役免除で東大の研究室。そうか、俺が中国の泥沼這いずり回ってた頃、おめえはのんびり研究室かよ。金庫はどこだ。食えてんのかおい。ほら、奥さんよーしまっとるで。妻の秘密の望みを私は知った。落ちていく子供が、子供が、子供。はい、ですから、お腹だけは。そうか、俺の子か誰の子か分かるもんか、このバイタ。
らお兄ちゃま早くこれ召し上がらないとパパに取られちゃうわよ。由美子、おせっかいなところがだんだん死んだママに似てきたぞ。達也君、話というのは。はい、実は練馬の土地を300平方メートル処分したいと思いまして、ご相談に。土地をね。で、値段はいくらぐらいになるのかね。約1億円です。1億？まもなく父の命日が来ます。家の方もだいぶ古く傷んできましたので、きれいにして立派に法事を済ますたいのです。それが今の僕にできるたった一つの親孝行かと。まあいいだろう。達也君、君はもう確か20歳に。はい、先月の1日。それなら法的には君の意思一つで処分は可能だよ。これからはいちいちわしに相談しなくても。いいえ、両親のいない僕にとって父の親友であられる宮原先生はただ一つの心の支えです。これからも後見人としてご指導をお願いします。もう2年半になるかな。慎重な男だったが、嵐の海で遭難するなんて。父は僕を助けようと懸命でした。僕の体が波に巻き込まれないようにロープでしっかりとクルーザーのキャビンに縛ってくれた時、大波が来て父は。それが親と子の本当の愛だよ、達也君。あの嵐の海から君だけでも生還できたのは奇跡だったかもしれん。お兄ちゃま、寂しくない？あんな広いお屋敷にたった一人で。孤独に負けないで生きていく。人間はそこで何か強い確かなものを掴んでいく。父の口癖でした。そんなに心配なら由美子がお手伝いさんになるんだな。お前みたいなわがまま者は女子大の普通分ぐらいでだってどこも雇っちゃくれんぞ。お手伝いさん結構よ。でもお給料1億円の半分ぐらいもらっちゃうかもよ。覚悟しなさい、お兄ちゃま。欲張りだなお前は。1億たった1億であのおじいさん目が飛び出しそうな面しやがって。まだ39億残ってる。全部俺の財産だ。達也、貴様ここ庭と間違えてるのか。何と言ったら分かるんだ。あなた、許してやってください。お願いです。あなた、どきなさい。この子はこうしないとわからないんだ。立て、バカ者。なんだその目は。親に向かってその目つきは。達也ちゃん、謝りなさい、お父様に。この目だ、あの夜のあの男の目だ。殺人犯の目だ。憎しみに突き動かされて私はこの日記を書き続けてきた。しかしもはや書き記すべきことは何一つない。憎しみが消え失せてしまったからだ。それが人間の本質なのではないでしょうか。人類の歴史は戦争の歴史であるという人がいます。一部の狂った人たちのため何か不思議な力に操られたように、人々は戦い殺し合いました。でもそれで終わったわけではなかったのです。人々がその不思議な魔力から逃れられた時、人々は本来の姿を取り戻しました。人間への信頼、平和を愛する
する心です。ガイシャから指紋は出ませんでしたけど、体内のスペルマはやっぱり AB 型でしたね。うん、勘の通りだ。ガイシャを見た時、なんかこう陰落殺人に独特のあいつの匂いがしたからな。昼川源平、確か親父さんが21年前不審人坊で逃がしたやつですね。うん、ひでえ雨の日だった。これで奴の犠牲になった被害者は4人になった。今度こそ逃がしゃしねえぞ。純、浜松だよ。ちょっとチェックインしてる。どうも。いらっしゃいませ。お願いします。八尾様ですね。はい、メッセージが届いております。ありがとう。お出かけでございますか。マネージャーに内緒よ。承知しました。行ってらっしゃいませ。どうぞ。レイジさんの使いの方。ええ。先生、さあ早く。レイジさん、メッセージに栗原とか本名を使うなんて憎いですね。だからフロントも気づかなかったんですね。有名になればなるほど本名が消えていく宿命なのよね、私たち有名人は。あなたどこへ行くつもり？ねえ、あなた誰よ？本当にデイさんのとこの人なの？達也さん、小鳥どこ？あそこに。あなたの中の神が勝つか、僕の中の悪魔が勝つか、実験の時が来たようですね。おい達也、人をこんなとこ閉じ込めやがって、早く出せ。留守中が心配だったのですぐに出してあげます。なんだ、わしが信用できないのか。冗談じゃねえか。お前独り占めするつもりか。あ、わしにもお裾分けしろな。僕の父です。お父様。へえ。
僕が一番誇りにしてる父です。お父さん、もうちょっと辛抱してくださいよ。面白いものをお見せしますから。達也さん、何するの。清らかすぎるから、あなたにダビデの星をつけてあげるのです。どうしたんだ、何を我慢している。そこでやるんだ。いや、恥ずかしい。おい達也、しょんべんぐりさせてやれ。お願い、おトイレ、お兄ちゃま。達也さん、こんな形でお別れすることをお許しください。カソリック信者である私が自ら命を絶つことは神に背くことです。でも私はもうとっくに神に背いていたのです。父との間で男女の関係が生じたのは高校2年の夏でした。罪の意識におののきつつ私は父に案内され越楽の世界へと入っていったのです。少女時代からあなたのお嫁さんになることを夢見つつ、反面あなたがひどく遠い人であることにいつもかすかな焦燥を感じていました。でも不思議なことに背徳の世界へ踏み入った時、あなたが急に近くなった気がしました。本能でしょうか、それともお互いが背負う現在が無意識にそう思わせたのでしょうか。ダビデの星はあなたにつけられるまでもなく、